僕が生き抜くにはこれしかない。安心で安全な巣を手に入れるんだ。探そう、夢のマイホームを。解体ショーの時間だぜ、やろうとも。待って、僕は家が欲しいだけなんです。よくありませんね、弱い者いじめは。どのような家がいいのかご希望を伺ってもよろしいですか。ティアリアさんって魔王なんですか。まあ私、設計事務所と不動産業を兼業しているので、何でもどんと来い。かっけー、僕に家をください。かしこまりました。誰かいらっしゃれ。ママ、おめでとうございます。キーちゃんと命名しました。しっかり親バカですね。実は家出の最中でな。家出？きっとお父さんとお母さんが心配して。うるさいふぬけ。僕たちと一緒に行かない？お前の家探しに付き合えというのじゃな。どうしてもというのならついて行ってやってもよい。姫様を誘拐したのは貴様だったのか、エンリエオ。え？他人の事情なんてお構いなしに自分の意志を貫く、それが勇者だ。黙って倒されるがいい。上手に焼けました。きっとこの中に潜んでいるのにゃ。赤きドラゴンを。はい、思うようにはいかないですね。そうですね。僕は静かに生活して静かに生きたい。きっと出会えますよ、レティさんだけの家に。多分次の物件じゃ。よーし、目指せ脱住所不定だ。世界は果てしなくめっちゃ広いんや。よう探せばドラゴンが住める家もあるやろ。あなたにも守らなくちゃいけない子がいるでしょ。やります、やってやります。行くぞ。一緒に頑張りましょう。はい。3、2、1、ファイヤー。いつか立派な家を建てて固定資産税を払ってくださいね。あ、はい、固定資産。